おはようございます。今日はおはようございます。今日はお気をつけて、うんちでした。今日は、ニース最終日ですね。フランス最終日です。でこれから今夜ミラノに移動します。イタリアですよ。ようやくフランス短かったね。フランス4日間だけだったから短かったね。はい、なんで、今夜ね夜バスで、ミラノの方に移動します。これから何しに行くんですか？そうね、それまで、時間があるのでニースを観光したいと思います。何があるかな、はい、何があるかな。たまたま、じゃん、パンショコアーモンド、アーモンドパンショコラ、アーモンドパンショコラです。はい、ちょっとグミュってなってる。うんおいしい。めっちゃグニューってなってるけど、めっちゃグニューってなってるね。めっちゃフラットよね。うん、おいしい。めっちゃおいしい。おお。たまにはローカルの試してみたい。そうね、ちょっとこの砂糖がやばいって、うん、カルダモンロール、うん、多分シナモンだと思う。カネレレみたいな書いてある。食べてみよう。うん、いただきます。うん、カルダモン、カルダモンですね、これは。本当？スパイスの入ってる味がします。スパイスってどんなスパイスだよ。中見して。シナモンじゃない？それそんなことない。いただきます。うん、シナモンロール。うん、うん、コーヒー飲んでます。初のフランスのカフェオレです。カフェオレ。カフェオレの味がします。夢ですね。Yeah.
すごい。すごい柔らかい。はい、もう16 ans de vie commune. Et on s'est mariés après. Oui, non, mais c'est quoi? Donc, これはお肉かな。うわー、美味しそう。こう。いいよ。うん。ああ、パン。どうでしたか？めちゃめちゃ美味しかったです。ロールキャベツの赤ワインとかめっちゃフレッシュな、さっぱりしてる感じ。おすすめですね。ニースに来たら。おすすめです。おすすめです。